どうもヨシーですさあ本日の階段を浴びる会は2024年上半期再生回数トップ10でございます本日はですね10位から6位までを見ていただきたいんですけども計5本ですかね僕もね何が入ってるのか全く想像できないんですよね もう言うて結構皆さん見ていただいてるので、どの動画がっていうのはあんまり想像つかないので、皆さんのお気に入り、ああ、この総集編欲しかったなーが、まあ作れたらなと思ってるんですけども、えー、再生回数だけじゃないですけども、やっぱりいいねコメントが多いと再生回数上がっていきますので、このチャンネル、まあこのチャンネルの中で、どこに出しても恥ずかしくない動画、えー、本日は5本になると思います。 それではきましょう。2024年、上半期再生回収再生回収とか言うてもうてるやん、えー、再生回数上位10位から6位までの動画ですどうぞ昔本当薄いので言うと心霊体験があるんですか <え>なな俺も思い出してみたんだけどねやっぱ今日の朝飯も思い出せないぐらい記憶能力がどんどん減ってきてるんで怖いなそうそんでねだから怖いなそんでねって始まってるそうそれでね、あのー、きょ小学生ぐらいの時にね僕近く家の近くだったんですよ2分ぐらい小学校と家が、はい、で、まあ、弟とよくあのー、ね校庭夕方にですね、はい、校庭に入ってこうサッカーとか 今の時代と違って校庭開放はし然としてましたもんね。でその時サッカーを2人でまあしててでもどんどんこう、ね、夕方だから薄暗くなってさ日落ちてきますねそうそうそう5時6時ぐらいまでやっぱ遊ぶからさ、うん、で7時ぐらいにな,りなるぐらいまでずっとあの<え> 2>, 2人でずっとパスしてたの。 え何月ぐらいですかそれいやいつだろうなでもまあ冬冬,冬,冬秋かな秋かな秋の7時なんかもう結構暗い,い結構暗いのよだから6時7時ぐらいの間だったと思うんだけど、うん、まあ結構さ最初はそのちょっとずつパスしてさ距離もさ、うん、まあキャッチボールと一緒でさ、うん、こうどんどん長くなってくるじゃないロン,な、ね、ロングパスになってきてロングパスになってきてそんかどんどんさふざけたりしてさあのなんかいない方に蹴ってみたりとかさ <laughs> バーンとかいってしてみてさ <laughs> するんだけど,、まあ、どん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 結構本当に校庭のもうゴールポストとゴールポストの端ぐらいまで離れたなって感じて、はい、であもうちょっとそろそろ暗くなってきたし、あのー、このパスを最後に行こうかなと思って、はい、向こうの方に弟がいたんで、はい、もう蹴ったんですよバてそしたら弟のにまにうまく飛んでいってああ行った行ったと思って行ったらふって「あね、おいどこ蹴ってんだよ」って右から聞こえて「あれ?」と思ってそしたらそしたら。そしたら こっちにいたんですよ弟がでそんでパッて見たら何もなくなってて「はあ、あれ?」みたいな「確かえさっきそこいなかった?」っつったら「い,やいないよこっちにいたよっ」っつもて全然違う方向にいて、はあ、そうだからそういうので「えー、あっんだこれ何だったんだろうあれ?」みたいなのを皮切りにえそれってその急にそっち側に動けないじゃないですか、うん、でずっとこっちでパスしてて多分ずれていったんだろうけど 何ターンかお化けとパス交換ない,かいやそうですよね雪小屋のやつあるじゃん雪小屋のあの一<あ>周してみたいな話四角いところをこうやっていて<う>タッチして五5人いなきゃ成立しない、はい、みたいなもうそのパターンもし確かに、ま、結構なんかいろんな本当と縦横無尽にパスしてたから、うんまあ、そのぐらいの話から、うん、それはその学校でそういう体験が他にもあったとかはなく <laughs> うん、うん、ただただ単独でそういう体験をしたってことですかもうそうだねそうだねそうだね いや普通さらっとっと喋てるけど怖いですよままあまあ,でもまあでも結局何だったかよく分かんなかったし暗かったしよく分かんなかったしっていうのがまあ,あるかなだからねだから本当にそのうちの小学校はそのこれちょっとそのこれも別のベクトルで怖い話なんだけどその時計台があるのよ立派な立派な時計台があってやっぱ俺の小学校6年生の時俺6年2組だったんだけど6年1組が結構その。 あのやんちゃな人たちが結構集まってて言うてもさ今から俺らから見たら小学生ってまあガキじゃないやっぱそしたらさそのとある時にまた小学校の前校門の前を通ろうとしたらさあの3時ぐらいだったかな,あのなんか俺の昔だから小4の時同じクラスだったやつが、まあ、そう6年1組行ったんだけどそいつがこの校門を乗り越えて出てきたわけよなんか抱えて出てきてほ<う>そしたらそのなんか。 じゃあ田中君としていきますけど女にやってんの田中君とか言ったら「あこれあのちょっと坂本ツアーの貯金箱なんだよ」とか言って坂本ツアーって何ですか坂本ツアーで分かんないじゃない「うん、え坂本ツアーって何?」みたいなそんで言ったらどうやらその彼らはあの本当はダメなのに時計台に後ろから歩いて。 盗聴することを坂本ツアーってて呼んでて <laughs> 小学生だからそのバ,バカなんだけどダメなんでよ本当はそんなことしたら <laughs> だから時計で何メーターぐらいあるんですかいや,いやもうんか普通にだからもう街のシンボルぐらい高いからえっ、ー、34メーターあるってことですかいやも,もっとあるよ多分もっとあるってっだって普通になんうの4階建ての建物の上にあるんだからそれを1階の,あのかいシゴみたいのが裏,裏から入れる、はあ、ところがあるんですけどもう本当業者とかが入るようなとはあ、はあ。 あのこれをあの巡ることを彼ら「坂本ツアー」って言ってて、はい「坂本ツアーの貯金箱」貯金箱なんで「え, <laughs> え坂本ツアーは分かったん,ですけ <laughs> んだけどそ<の> <laughs> 貯金箱って何?」ってそのな何をするのみたいなで「いやなんかいろいろちょっと経費が」とか言ってそ<う> <laughs> 何の経費が必要になのったら「ただ登るだけや」みたいな。いやそうなんだけどでもちょっといいろろ 懐中電灯とか買わなきゃいけないからとか <laughs> よく分かんないこと言ってあ<ー>であじゃあ分かったけどその貯金箱いくら乗ってたら8万あるって書いて<え>小6でなんで,でその友達小 6, 6年1組の中に1人なんかちょっとあのなんか知らないけど親にお小遣いめちゃくちゃもらってるやつがいてそいつが基本出資してるんだけどで8万持った貯金箱をそいつがその学校からあの抜け出しても持ってくる場に遭遇したっていうそういう。 そのヤバい小学校だったので、<laughs> 楽器崩壊している。そうそう,そうに本当に本当にそういうレベルでもそれ本当にそういうヤバい人たちが今ねえ、まあちょっと会社名出すとあれだけど、本当、はい、ちょっと前昔聞いたのはもう、はい、<laughs> やっぱそのなちょっとぶっ飛んでるというか、絶対ピーやで、そう,そう,そうちょっと絶対ピア入れてください。<laughs> そうそうやっぱそ、えー、やっぱだからそのちょっとかん一つネジがずれてるというか、みんなやっぱ社長になったりとかしてるわけ。まあでも斉藤さん自身も楽天。<laughs> うん そうね楽天ね<に>、うん、普通に働いてで芸人になったりとか育ちは絶対いいですよね <laughs> まあだからそ,そうね今考えたらなんか結構やっぱり割と僕青葉台っていうところなんだけど、はい、結構なんかやっぱ自分は結構親によく育ててもらったらみたいなそうっすよね立地、うん、もいいしそう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  <laughs> こう生活の中で言ったらその小学生の頃にサッカーの奇妙なパス効果の話があったりとか訳の分からん8万円の話がその何の8万円か分からへん怖いよ本当にちょっと怖さのベクトルは違いますけどおっしゃったようにっていう中で斎藤さんが体験した一番もう差し置いても一番怖いなっていう話ちょっと聞かせていただきたいんですよもう本当に ちょっとこれは本当にもうその実体験なんですけど当たり前なんですけど、はい、ちょっと細かく聞きたいんですよはいはいはい、えっと、僕が、えっと、芸歴1年目ぐらいの時かな、はい、ちょうど NSC 制の時ぐらいなんだけど2004年ぐらいです、ね、2004年ですよね、はい、でその時にあの、まあ、当時あの付き合ってた2個上ぐらいの彼女と、はいまあ、ちょっと同性というか その子の家に転がり込んでた時期があって、はい、まあそれ住んでたの何年ぐらいかな2年23年かな何歳と何歳のカップルやったんですか当時俺が20あもっと上かだから24歳とかであっちが29とか8とかか<ー>28とかか<俺>そう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 そんそそれで、はい、でその子の家にまあ転がり込んで住んでた時がそったんだけど、はい、その駅がまああのまあいわゆる京王線の、はい。 八幡山っていう駅なんですけど八幡山って結構何ていうんですかねまあ本当にまあラーメン屋とか、まあ本当に結構、まあ、甲州街道がすぐそば走ってたりするんだけどドン・キホーテとかファミレスとかがあるそ,う、ね、そう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 で近くにねただちょっとバカでかいあの病院精神病院みたいなのがあったりとかして精神病ありましたそうそうそう今もあんのかな今どうなんだろうねだから結構夜中とかいや分かんないよ本当に確かじゃないけど結構規制上げて 歩いいいてる人ととかがちょっったたたたりしのののはいたのあったのよ実際に僕もあっこの、えー、カンパチ沿いのファミレスでネタをよくそこで書いいたんです当時元おばあちゃんの黒柳さんとああはい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 、はい、で帰り際いらっしゃいましたね12階ですけどまあそうだよねやっぱね、はい、そ,うそういう方も結構いるような、まあ、場所でで本当ト甲州街道とカンパチが交差してて、うん、でまあ それが結構駅かから近かったたりするみたいな、うん、で僕もそのカンパチの方のね鈍器とかいろいろあったりとかして、うん、そこで住んでたんですけど、まあ、ある時ねあの、まあ、当時僕はやっぱその子の家に転がり込んでたんでいわゆる鍵は一つしかないわけですよその子のだからあの僕は自分の鍵を持ってないから、うん、なんていうんですかねあの、まあ、鍵を閉めずにあのお互い生活するみたいなどっちかが夜遅く帰ってくる場合やみたいなね、うん <laughs> そうで当時のその彼女があの夜中の,あの何時ぐらいかなあれな3時ぐらいにまで働くようなスナックに一回勤めてた時期、はい、バ,バイトで、はいはい、そんでその時まあ当然こっちはもう寝るからもうじゃあ寝てるからみたいなあの鍵はちょっとそのお置いとくねみたいな感じで、うん、あ鍵開け,開けとくねにしたのかなで要は自動ロックがあったから1階にね はいはい、家が2階建ったんですよでも自動ロックっつっても結構まあ簡易な自動ロックというか多分入ろうと思えば裏もう階段からポンって乗り越えられるようなちょっとした策があるぐらい、ね、そうそうそう,そうあ<ー>で、まあ、そんなことがあってである日ね、あのー、じゃあちょっと、まあ、いつものように今日ちょっとごめん遅くなるからあのーうん、なるからまあ寝といてみたいな鍵開けといてねみたいな、うん、ああ分かった分かったっつって、まあ、僕もまあ普通にまあ11時ぐらいにこう寝て、うん、あのー 寝てたわけよ、うん、そしたらあの、まあ、こうピンポーンっていう誰かが家のインターホン鳴らしたんですよ、はい、で俺で「なんだうるせえな」と思って起きてそしたらまたピンポーンっていうわけで俺当時彼女かなと思って彼女なら入ってこいよと思ってたから、うんまあ、チャイム鳴らす必要ないです、ね、そうなのよ2回ぐらい出なかったのよ、うん、でそしたらもうまた鳴らすからピンポーンって なんだよと思ってあの起きてこう玄関の方向かって玄関開けようかなって取っ手に手を出そうとした瞬間に、うん、ドアがガチャって開いて <laughs> そしたらなんか男の人が立ってたのよ、うん、お,じおじさんかな,なんか俺も寝ぼけてたんだけどあれと思って,てで俺本当に寝ぼけてたから「あれ誰だこの人」って瞬間的になんか分かんなくなっちゃって。 そしたらその人があの「大丈夫ですか?」っていうわけ、うん、ちょっと間を置いて「大丈夫ですか?」って言って「えっ?」って言ったんで俺もえ「何言ってんだろうと」と「大丈夫です」って言ったらパタンって閉めていなくなったのよでなんかどんどん目が覚めてきて「何だ今の」みたいなでちょっと怖くなってそこを鍵閉めて「うん、あれ何だ今の人」みたいな そんであのまあ彼女がね帰ってくるのまで当然寝れなくて怖くなってで,、ね、で起きて待ってたのよそしたらまあ彼女まあ3時ぐらいに、まあ、帰ってきてでガチャガチャってやるからあ帰ってきたと思ってあの鍵開けてやっ,ぱやっぱピンポン鳴らさないじゃないやっぱり、うん、で帰ってきてそしたらさもちょ,、まあ、ちょっとこう変な知らない人が来てさ「大丈夫?」って言われたんだけどみたいな「知ってる?」みたいな「えこ怖な何それ?」みたいな感じで言われて。 えそうだよねつってもうなんかちょっとその話でちょっと小1時間喋って持ちきりになってもそれでもう「こういうのはちょっとやっぱ鍵ちょっと考えなきゃいけないね」そうそうみたいな合鍵作った方がいいですねそうそうそう、うん、つってこう、まあ、寝たんだけど、うん、そしたら次の次の日か次の次の日かに、うん、ボートお昼にテレビ見てたわけよそしたらなんかカンパチのドンキの近くであの。 人が刺されたみたみいな無差別かなんかで刺されたみたいな、はい、事件の犯人が逮捕されましたみたいな、はい、感じになってほんであっブチかと思ってパッて顔写真出たらそいつだったんだやっっ <laughs> そうだ俺でえあれ あれも俺も寝ぼけてたから分かんないけど、うん、あれこの人あの人じゃないかなみたいなその人だったのよだからもし知らないその目的は知らないけどあの時俺じゃなくてもしその時に逆だったらまずかった,かか彼女だったら女性だったらヤバかったかもしれないしいや分かんないよ実際目的は知らないけどで,で男だったから 何となくごまかして確かに間があったからあったっかそのままバッてなって「大丈夫ですか?」って「大丈夫ですか?」もう意味わかんないじゃん「うん、いやこっちのセリフだわ」みたいな、うん、っていうのがちょっとええいいや怖かったあれは本当にまに、あ、犯人とニアミスの話って結構あるけど <laughs>、うん、この実体験で一歩間違ったら、うん、ってことそういやそうよ本当にそうそうそうって、うん こうなんか物騒な話聞きますよねあそうなんだ僕も一回 <laughs> 当時パンサー向かいも近く住んでて、うん、で俺あそこのファミレス用行くねみたいな言ってて、うん、なんだろうあれ聞いたみたいな話を聞いたら、うん、あっこの、うん、で砲か<課>ああはいはいあったあったあった,あ,ったありましたねあったあったあった,あった,あったなんかひ つけてあった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 もういつもいっかあ、うん、らしいですねそうそうそう本当その犯行時間に向井店おって、うん、えー、店バーッて出て行って、うん、なんかガヤガヤしてるけど何、うん、な,なんやろうって音楽器が出ていったんですけどほんまに3分ぐらいずれてたらもうそこに遭遇してた、うんうん、あ本当結構物騒な なんやなって思った記憶があるんですよあ,<ー>あだ俺その話されるのかなと思ったらうん、うん、また別に事件別にだにはあったあったのよあったのよ<ー>いや結構そうなのよねだからねなんかあるんすかね、うん、だからうちの親父もさ本当にさ、はい、昔あの会社勤めしてた時にさ、はい、会社がそれこそ六本木かそっちの方でさ<ー>あの日比谷線に乗ってたのよ、うん、昔、うん そんで,でもなんか毎朝まあ日比谷線に乗っておな親父って本当ト律儀だから結構決まった電車に必ず乗って、はい、でも家のを出る時間とかもあの何分バス発何分の電車に乗ってみたいなのを付箋に書くぐらい律儀なのうちの親父って結構しっかりされてますねそうなのよそしたらなんかまあそんなもう超ど真面目な親父が ある日ちょっとなんか体調不良でちょっと今日あの午後からにしようかなみたいな日があってそんでそしたらあのもう皆さんごお気づきかと思いますけど地下鉄サレンジゲーあの日よあの日俺,俺この電車いつも乗ってるからもしかしたらこの電車危なかったぞみたいなのとかやっぱあるよやっぱ間一発間一発よ本当にもう 何なんですかねそういうにたまたまっていうのかそう、ね、救ってもらったのかわからないですけどそうよ本当にだからあとはこれまたそれはまた別の話だけどどんどん出てきますよいやその何個あるんですかいや何個,何個もないんだけど本当に昔、あのー、金困さんの漫才ツアーみたいなのの埋設があって、はい、で石川県からなんか泊まらかりで 連れてっもらた時があってその時は夜西野さんと飲みに行ってようだってかわいがってもらってたんやそうだよね当時ね2人そんで西野さんとんかちょっとふらっと入った店が結構キャバ嬢とかホストが出勤前にちょっと来るようなちょっと飲めるぐらいのおしゃれご飯屋みたいな感じだったのよでそんで2人で入ってたらまあんかキャバ嬢とかがさ気づくわけじゃん西野さんとか言って西野さんだとか言いながらで そしたら西野さんがまあ俺面白がって俺当時全然テレビなんかも出てないから、うん、あのー、なんかちょっとなんかその女の子たちがさ西野さん写真撮りに来るわけ、はい、でそしたら西野さんがちょっとちょっとあのあじゃあちょっとこの斎藤の横にこうた二人で座ってこうやってはべらしてる感じで撮らしてもらって言いたいって <laughs> 西野さんがそのハゲがはべらしてるみたいなちょ雑誌の後ろにあるみたいなで俺こうやってやって撮ったらブレスレット買ったらこそうやってましたみたいな写真撮ったのこうやって <laughs> そしたら。 まあその写真撮ってキラキラ笑ってたらなんかその何年か経った後に友達からあの地元の友達からねあの「司お前あの変なエロ雑誌の広告とかも仕事でやるの?」みたいな言われて「えみたいな「何それ?」みたいなそしたらなんか結構当時いろん,んなちょっといかがわしいバナーみたいなのが。 めちゃくちゃゃく貼られててるようなサイトが結構あって、はい、そこに多分まあ分かんない風俗とか分かんないけどそういう,なんかそういういかがわしい商売とかに飛ぶのか知らないけどそしたらちょうどなんか、あのーこんな「こんなあなたでも必ずこんな綺麗なこと出会える」みたいな感じの写真に「<laughs> 俺のこれがもう目,か目線入って使われて」とか言って,ってえほんまにあれっすやんホにブレスレットいや本当そう本当そうなのよだからやっぱ、えー、西野さんの言霊が強くて本当にそれが実現しちゃったの本当に。 でもす,すっかり目線入っててここにロックンロールって書いてあってさ <laughs> ロックンロール来てたールそうそうそうなのよ、ね、そういうのそれぐらいかなでも俺はねいやでもすごいな、うん、西野さんもあれですよね、うん、なんかたまたま電車、うん、あったねそれねなんかそのふわっとしか知らんけど、うん、なんかこの時間にこの電車乗ってっていうのがもう一番スムーズで、うんうん、遅刻もせんくてみたいな乗り合ってはい、はいはいはい たたまたまその日なんかあ揚げ,物、ね、揚げ物食いたくなっちゃってみたいな<あ>レ,レジのそうやキオスクのにパッと寄ってなんかあげ物を普段絶対食わないのでそう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 もうあの人だって雑食じゃないですもんねあったら食べるけどすごいずっと体験も変わらずやから確かに確かになか何か知らんけどアメリカンドッグ食べたいなってなったんですよねうん、うん、でそれで電車2本遅れて、うん、で 電車が全然どうなってんねんって思ったら「うんうん、ただいま、うん、事故が起きました」っていうのがあの <laughs> 超有名な福知山線の事故やったみたいな怖いよなあれなマジ震えたもんなあれはね本当に一発あるんでしょうねいやそうよ本当に何かしら斎、うん、藤さんもそうですけどそうねえや、ー、いか4分で終わるよって言ってたんですけど 24分しゃべてますいやいやまあまあまあもう全然よ本当,、ね、本当になんかみんなちょっと心霊系がね本当になんかだからゆ金縛りととかかもあったこなないけどなんか歯,がぬ歯が抜ける夢を俺めっちゃよく見るの<あ>何なのそれありますよね歯が抜ける夢っていう夢占いでありますよね、うん、<か>あそうなんだそうあそう夢の話で言ったら、うん、その夢占いって <laughs>、うん、実は その占いじゃないっていうのを僕 NHK の脳をなんか科学するみたいな番組で聞いたんですけど結局夢って寝て寝るる間に自分の引き出ししを整理すすためらしいんですよねだから感情と過去のトラウマとこれから来る仕事頭で分かってるやつの運命が分かる ですよみたいなだから別にあれ占いでも何でもないんですっつってで歯が抜ける、うん、僕も解散した、うん、解散発表してから、うん、発表するまでか、うん、解散決まってるけどみんなに発表する前の10日前後の時にめっちゃ歯が抜ける夢見たんです、うん、ええー。これ何と思って、うん、そうしたら、うん、不安に駆られていたり現状から逃げ出したいような気持ち なのですみたいな、うん、困難な状況へ立ち向かう意思に欠けているようですまた、うん、大きな環境の変化や別れなどを示す場合もあるでしょうってのをておうわ夢占いってやっぱそ言ってた占いでも何でもなく、うんうん、心情と自分の環境が夢に反映されるんや、うん、へえ<ー>何かありますもう毛が抜けるぐらいかな毎日ちょっともう毛っとの別れ のスーパーテクニックで <laughs> <laughs> 何でもマジカルハゲにするのやめてください <laughs> <laughs> か、ね、マイナスな感じなんだそれはやっぱり歯が抜けるっていうのはいいことではないんだ <music> チャギアスに追っかけられた夢っていうのがあるけどね出てくるかな <laughs> <laughs> なんか夜、夜入院して気,気づいたら入院してて、はい、もうトイレ行きたい時ってさ、はい、ゆ夢なのか何な,なのか分からない時って分かる,あ,分かるわあの感じ、はい、であ、トイレ行きてえなーどうしようかなと思ってでも夢の中の自分は頑張って起きているわけでも、入院してるのよ、はい、なぜか、はい、で、パッて起きてドアの入院室ガラガラって開けてパッて左見たらなんか二人人影があって、はい、で、メスをこう磨きながらキラーンって目があってメスを持ってるわけ。はいで 夜中のね廊下の病院でそしたらあのチラッとなんか目があったら2人がこっちをチラッと見てキラーンと光ってパッて見たらチャギアスなのチャギアスがいてで2人が俺を「いやいやいや」歌いながら追っかけてきたいやいや振り返れば奴がいるの再放送するでしょいやいやそう,そうなんだけど <laughs> めちゃくちゃ俺のあのその夢が怖すぎて俺忘れられないの本当に怖くて今,今でも <laughs> 大好きなんだけど、チャギヤスはねのモノマネやってましたもんねあスやさやさうん何て言うてんのって <laughs> <laughs> 今回はですね、はい、とある関西に住まれてる男性から送られてきたんですけども、はい、その方ですね まあ最初インスタの DM をもらった時に女性かなって思うぐらいもう顔が整いすぎてて綺麗な顔してるなと思ってその方が正直これは人に言うようなことじゃないんですけどもえ身バレしないのであればぜひ皆様にえなんていうんかなまあ危険を。 皆様が同じような目に絶対あってほしくないので、うん、ちょっと注意喚起としてこの話していただけたらありがたいですっていう何ですかその話、えー、この方ですね当時、はいえー、19歳専門学生やったんですね関西でで今でこそパパ活と呼ばれるまあちょっと、えー、お父さん、はい、おっちゃんとご飯行って数万円もらう、はい、中にはせのね 行為とかもして、うん、ダメですよダメですけど、うん、お金をもらったりしてる子がいるって、うん、パパ活が問題になったりしまるらちょっとね問題になってニュースでもね、うん、聞きますもんね今でこの方が、えー、当時19歳やった時ですね、うんはい、ママ活っていうのが実は流やってたらしいのママ活まあ年齢バレるのでまあだから年齢バレてもいいんかな、えー、6年前はい で今25歳の方なんですけども、うんえー、6年前に19歳の時専門学校行ってる時にママ活がむっちゃはやったと、うん、でそのママ活ってどういうことをするのかとマダム、はい、お金を持ってる、えー、女性キャリアウーマンって呼ばれてる方から旦那様に隠れてこそっとお小遣い1万2万とか貯めて、うんうん、若い男性とお食事をしたり、うんうん、ちょっと。 ハレンチな関係になったりするっていうのを、まあ、お金をもらってサービスをするっても,もしかしたら違法かもしれないですけども、うん、その方は当時僕そういうことやってたんです<ー>っつっ、えー、まで、あ、奨学金とかもうめちゃくちゃ貧乏やったけど夢があったから専門学校に通ってて親にもまあ言ったら迷惑をかけられへんから全部自分でお金を作ってたの、うん、で最初の方はそれで行けてバイトとかで行けたけど、はい タランクなんでやっもう苦肉の策でママ活っていうのはあるよっていうのを友達に教えてもらってやり始めたらしいねんけどもうそれが沼で、うん、最初「あこんな簡単に3万円もらえるんや」とか「えこんな簡単に5万円あこんな綺麗なマダムとご飯して10万円?うん」で「えなんか若いしムラムラもするし、うん、えそういう行為して15万もらえたうわめっちゃいいやん」みたいな。 ことになっていってていずぶずぶにはまっていったい、うん、結構ママ活にはまりだしたある日ですね、うん、まあその方例えばじゃ関西圏で大阪とするじゃないですかはい、はい、大阪の中府内大阪府の中で誰か会いたい人いませんかっていうマッチングアプリに登録してた、うん、でもちろんプロフィール見たら分かるママ活希望ですみたいな別に、えー、やることはやれますとか その代わりいくらいくらですみたいな感じのこともメッセージやり取りするような感じのアカウントやったよな、うん、そこに一通のメッセージがポンってくるの、うん、でパッと見たら、まあ、お綺麗なマダムから、えー「一緒にお食事を食べてくださる」かっこ「そのご飯をうちで作っていただけたらありがたいです」1> <ー>が1項目目。2項目目が 添いいい寝してたただきたいですはい、はい、要はその方のお家に行って、うん、ご飯作って添い寝するだけ、うん、数時間、うん、34時間よ20万。<っ>で正直金銭感覚的にもうおかしくなってる自分でも「うん、え性行為なしで20万」ってなってめっちゃ聞いたの「うん、え性行為なしでいいんですか?」っつって「あ大丈夫です」 料理を作っていただいて私が洗い物するのでその代わり作っていただきたいですで添い寝をしてほしいですみたいなあんか寂しいんかなと思ってじゃあ行きますつってやり取りをしてたら大阪内やと思ってたらちょっと近畿内ぐらいになってんの言ったら京都仮に京都としますよ京都府の北部福寄ぐらいになってるとえ大阪って言ったのになそうですね でもまあこんな案件ないやろうと思って「うん、あえ大阪じゃないじゃないですか」みたいなあ「ごめんなさいすごい顔がタイプで嘘ついちゃいました」うん「いやもういいですよ」っつって「地図、えー」言ったらある程度の住所と地図が書かれてるの「いや可愛いな」と。今言ったら住所を その当時なんかね送ってくれたらもうピコンって言ったらマップでいけるやんかそれ知らへんぐらいマッチングアプリやってるのにそれ知らんのかいっていうぐらい手書きの地図の写真が送られてきてあここねっつってこうやってバーって行ったわけ行ったらこの角曲がったら家やんなって思ってたら角が全部その方の家のへりやってもう外壁がとんでもないでっかいや大豪邸や で、花輪くんちみたいなでっかいもんをジャーンって開けて開けてインターホンからとピンポーンって押す「うん、あすいませんまるです」あ「あ来てくださったんですねじゃあちょっとお迎えに上がります」つって「ちょっとじゃあ玄関の方まで来てください」つって、まあ、1分はいかんけど30秒ぐらいバーッと歩いて建物の玄関の前に立つ、うん、でガッチャって開ける、うん、いや大当たりやんって思うぐらい。うん 写真よよりりプロフィールより可愛い、えー、でお年は召してる、うん、60手前ぐらいなんやろうなっていう感じだけどめっちゃおきれい、うん、ベリーショートのわ、うん、きれな女性でえこの方にお料理するだけでいいんかなって思いながら「うんうん、あおうちどうぞ入ってください」っつってまっすぐ廊下のところにリビングがあって、うん、こっちに客室があってこっちに木枠の。 はい、障子が貼られてない畳の部屋が見えるあ、はいはい、お金持ちの家でしかないやんこの障子の紙ないパターンの木のやつやん、はい、みたいな木枠 <laughs> から先が見えてるんですね畳の部屋がねで、えー、8畳8畳ぐらいの畳の部屋2つあるで客室リビングリビングの方に「じゃ来てください」って入った時に気づいてんけど暗い。 取材の時も言ってたけどなんて表現していいかわからないんですけど、うん、なんかね暗い童謡ドナドナみたいなわ、うん、かるかります、はい、をのせるあの暗い感じの童謡が歌詞なしで、はい、この畳の部屋から聞こえてると、うん、あな何やろこれ耳すまさない分からんぐらいの音と思ってパッて見たの、はい、見たら仏間やってん、うん すっごいもう豪華ちゃんとした立派な仏壇やなと思って、うん、仏壇の前に高そうなメロンが置いてて、うん、木のザルみたいなところにオレンジみたいなバババ,バって置いてて、うん、すごいなと思ってる仏壇の真ん中の写真が「俺や、うんもうん、俺やん!っ」ってなって。 一瞬「すごい絵ですね、うん、えっ?」てなって、うん、でその時に「あれ俺こんな写真撮ったっけ?うん」え、俺のマッチングアプリのプロフィールに、うん、こんなん撮ったっけ、うん、思ったぐらい、うんはい、自分に似てたと自分じゃないけど自分よなって思うぐらい、うん、なんですか気持ち悪いでその方が当時の顔をね、はい 僕に送っててきくれたの今の顔っていうのがこの方すいません投稿者の方西田にだけ見せますごめんなさいこんな顔もうすごいねんすごい綺麗な顔してるやその方がマッチングアプリしてる時このこの顔やってんなでこれってそんななんていうんやろようおる顔じゃないと思うねそうですねま 特徴はそれほどあるわけでもないからうん、うん、この人を探そうとしたら難しいと思うねんな。うん、だからこの投稿者の方は正直自分やけどちょっと昔の自分の写真やな、うん、でちょっとだけ違うなんか服部平次と工藤新一ぐらいの感じなんやろうなってんか色違いみたいな。はいはい、自分に似ててるなって思って ななんか嫌やなと思ってリビューの方行く、うん、で「じゃあ料理作ってくださる?」っつって料理をバーって作るわけ、うん、で「何がいいですか?」みたいな「これ料理名は言わない方がいい」って言ってたんで適当に言います、はいえー、ピーマンの肉詰めとかグラタンとかいろいろ手の込む料理を「僕料理得意なんで大丈夫ですよ」みたいなバーてそれを嬉しそうにパーッと見てる。 でそこからたわいもない話をするんですなんでこんなでっかい家住んでるんですかとか「いやいやたまたまね親柄がお金持ちでね」みたいな「たまたまじゃないでしょ」っって「お綺麗ですね何歳ですか?」みたいな「プロフィールに書いてあるじゃないですか」みたいな「いやいや本当はどうなんですか?」みたいな「いや2歳さば読んでます」「いやそれでも綺麗ですよ」みたいな会話をしてる中料理が出来上がる。でご飯をねこう食べててあのちょっと。 気になるんですけどもなん、はい、で仏壇に僕の写真を飾ってたんですか聞いたそしたら「え気づいちゃった?っ」あなたの写真じゃないのよ」つって「あ,あ,あそうなんや」かいや怖かったですよ <laughs>、うん」だって仏壇に自分の写真備えられてたら殺されんちゃうかなと思うじゃないですかいや違う違う実はね、うん 私、うん、息子がいたの、うん、でも息子があなたぐらいの年の時に病気で死んじゃったんよっつってでまあ正直あなたにも言ったけど大阪しか来れないっつったけど、うん、京都府の北部に住んでる自分でもいやもうこの子に会えたら何でもいいわっていうので高額なお金であなたを呼んだんですよってあ,、うん、あそうだったんですねっ,って。うん でもそういうふうに役に立ててよかったですとそんなに似てたんですか似ててたのってでもねってひどい病気で亡くなっちゃったのよっていう息子の話をしてる時って結構悲しいやんそうですよね重いねん二万二万しながら喋んねんてはかそれが 取材中もうまく伝えられないんですけどっていうのがちょっと、うん、本当に分かりやすいというか、うん、息子のことを思い出してニマニマしてるんじゃなくてなんか死んだの嬉しいみたいな,、うん、なんかサイコパス的な感じに見えちゃったと。うんうん、で僕にしか分からないと思うんですけども このおばさん怖いこのマダム怖いなっていうのが一瞬にしてその瞬間から思い出したんです、うん、で奥様が食べ終わって「あじゃあ僕あのこの皿洗いますよ」って「いいのいいの」っつって「私が洗ってるのをこのキッチン越しにあなたの顔見たいの」っつって「うん、あそうなんですね」みたいな。で洗っててくれてる間 なんか暇そうにスマホをいじってるふりして、うん、大島てるさんのサイトでこの住所を調べて、うんうん、そしたら、うんえー、母親が精神疾患で息子をめった刺しっていう物件があってで後精神疾患のため捕まらず<え>今このところに住んでるよみたいなサイトもバーって出て<え>わわってなってその人ダッシュで逃げてんてって。 あの時の時万ほどいらない20万なかったですいい <laughs> めっちゃ怖ないこーわこれめっちゃ怖いこれ怖こええー、いや危なていうかすマジないス判断でしたねこの母が子どものことを刺殺精神疾患のため捕まらずで気づいたら家飛び出してましたでそれ以来ママ活 とかパパ活やってる人はマジで気をつけてくださいってで、はあ、大島るさん本当にありがとうございましたって <laughs> 確かにいや怖っと思ってまさかそのね自分が今住んでるうちが事故物件なのかなっていう以外でこんな形で大島るさんがナイスプレーを、うん、いや怖っんか異常やなって思うことって 「うん、あったんですか?」って聞いたら「うん、いやそのお子さんの話をされる時以外は何も不自然なことなかったです」うん、今も多分あの人精神の疾患持ってると思いますよ」っつってあだからそれがあ,の、うん、あんまり表面に出ないからこそ恐ろしいですね、うん、例えばその身なりも実はよりも若く見えててとても綺麗に整えられててお家の中も綺麗にされているのにその息子 のことに関してだけそのまあ言ったらちょっとクレイジーになってしまっているというのがもう旦那さんの存在いやそうですよね気になりますそれも気になるじゃないですか、はい、旦那さんはおそらくですけど、うん、えー、めったざしというかまあ息子さんを精神疾患でまあ殺しちゃったと。その後 旦那さんに捨てうあ,あなるほど。夫がいなくなってる状態でその家に暮らしてるんじゃないかっていう仮説も立ててるんですけども、うん、もう、えー、その当時の、まあ、住所はここなんですけどもみたいなのを教えて頂い,いて僕も調べたら、まあ、そこそう,そうなってました、うん、そうなってたし、うん、でまあニュースとか見たら。 検索したらで出てきました、はあ、本当にでも投稿者の方はよ,、はい、よかったなと思います、ね、いやそうですねなんかあのーまあ、パパ活とか、まあ、ママ活とかそういうのがあるのはなんとなくなんか聞いたことありますけどなんかやいや,やめときなよとかってこう、ね、もし周りにやってる人がいてやめときなよとか言ってもまあやってる本人が沼に入ってたら、うん、多分やめないじゃないですか。うん 俺今日のこの動画見せたらみんなやめると思うんですよやめるよな、はい、でこの方の投稿ガイドはむっちゃ怖いやんかはい怖ってなってる中、はいえー、もう一件、えー、あるんですけど、はい、この方も、はいえー、マッチングアプリでの怖い話です、うんうん、危ないですねマッチングアプリ えー、これがですね、はい、まあ,あの投稿者の方は先輩から聞いたんですね、うん、でその先輩というのは美容師さんをやっていると、うん、やってるんですけど、まあ、いろんな話をバーッとしていくじゃないですかしてる時に、まあ、ちょっと怖い話が好きなお客さんがいらっしゃるとでお客さんから「えなんか美容院にまつわる怖い話ないですか?」みたいな。 稲磨さんとか亜美さんみたいな感じでネタを言われると「いや本当ないんですよね」みたいな困ってる時に、うんうん、その先輩のお客さんが体験した話を、うん「そんなこと言われるんだったら私の話してくださいよ」っつって聞いた話でその先輩もお客さんも女性同士でめっちゃ仲良かったんですって、うん、で恋愛話もする仲やったと。うん でいつも通り先輩はお客さんに「最近どうですか?」みたいな聞いたんですってうん、うん、でお客さんは「あうん、そういえば怖ういう話求めてましたよね」って「うん、最近やばいことあったんですよ」って笑いながら話が始まったんですけどこのお客さんのことを A さんってしますね、はい、こう A さんは彼氏が欲しくてマッチングアプリしてたんですって、うん、でそこで1人の男性と出会うことになると。うんで なんかあいい感じやなあかっこいいなあとか思いながらお互い好印象をやったらしいんですね、うん、でちょっとじゃあ会いませんかってことで一対一で会うことになって夜ご飯を食べて、はい、お酒も飲んで、はい、お互い好印象お楽しいですねその場のノリもあって、うん、雰囲気で手をつなぎあら、うん、キスをしましたあらえー、いいですねで男性はもうこうなったら、はい 俺んち来, <laughs> <laughs> 来る、はい、って誘ったらしいんですけど、はい、まあこの A さん的にもまあお綺麗な方ですし、うん、初対面で、まあ、かっこいいけどホイホイついていったら、うん、まあワンチャンこれ会ってまうやろとなるほどねさすがにちょっと乗り気ならへんなと思って一旦ブレーキね断ってその日は辞めたんですけども、うん、そんな時の男なんかもっかいチューする、うん、もう <laughs>。 流れを引き戻したいかもう一回チューして分かった分かったじゃあもう今日は家混んでいいけどもう一回チューさしてとブチュブチブチするとお男ってやつはねはいでチューをひとしきりした後、断ってその日帰ったんですで次の日朝起きたら唇が見たことないぐらい腫れ上がってたとめっちゃ吸われたんちゃうんと思ってここら辺真っ赤になってでうわ 吸盤に吸われてる感じのうっ血してるやんって思ってて昼間、うん、ちょっと行こうと思って、うん、マスクしながらねはい、はい、こ出勤できへんだよと思いながら検査しに行ってもらって、はい、ちょっとじゃあ、えー、先生の前でど,どうなってるんですかってガシャって開けた頃には「うっ、ん、血じゃないんですよ、うん、むっちゃ荒れてるこの短時間で」うん、でえー、ってなって「うん、え先生がよくどうされました?」つって。 「いや心当たりないんですけど」つって「いや本当にないですか?」言われへんから「座れた」とも言われへんしなと思って「じゃあちょっとじゃ検査だけしますね」はいもう産んできたりしてるからええで「検査します」って言ってから返してくれんのかなと思って最初痛み止めとか軟膏とか待たされたと1時間経っても無理2時間経ってようやく呼ばれてうん 病院長いなとか思ってたら「うん、あの本当に昨日何もなかったですか?」ってああと思って、うん、なんかちょっとだけプライドというかマッチングアプリとは言わずに「男性とキスしました」そこ隠したいですよねちょっとねキスしました「キスしましたえキスしました?」って言われると、はいあの「ちょっと待ってください」っつって。 すぐ帰っっててくるのかなと思ってでもその語気の強さに「おっ!」てなってまた1時間ぐらい待たされんのえっ検査2時間待ってもう1時間これ何って思ったら、うん、ガラガラって部屋が開くとこっち側のカーテンじゃなくて診察室の外側が開く、はい、最初は警備員かなと思ったら3人ぐらいの警察官がバッて入ってくるのって、はい、でえっと思って 事件でもなんか「あったんかなってああ何屋さんですか?っ」えー、っつって「あそええです」っつってで警察にも「前日のことを教えてください」っつって聞かれたんですってで詳しく話してもうここはしゃあないと思ってマッチングアプリの男性のこと、えー、傷しましたとそれがいい唇にの思い当てることはないですってその後 診察室で医師と警察官と A さんの3人でお話しすることになったそうなんですけども、うん、なんで医師と警察官が険しい表情をしていたので A さんは何か悪い病気なのか、うん、性病のひどいやつなのか、うんはい、分かんなかったらしいんです、うん、すると医師が、えー、この検査結果がすぐ出たんですけどおかしいんですおかしいぐらい強い菌なんですこれって 死体からしか出ない菌なんです。<ん>あと、この数値が高いのが分かりますかここまで高いのは、本当直前に死体の菌が口の周りについてるとしか考えられないんです。<ん>で、A さんは理解が追いつかず、警察に言われるがまま男性の連絡先を教えたと。<ん>で、その後男性に取り調べが入りました。もちろん家の中を調べました。すると男性の部屋から、ご遺体が何体も出てくる、有名な事件。で、男性は、 死んだ人とやるのが好きで。もちろんキスもしてる。男性自体はその菌に対して耐性がついていたので、現段階では唇も腫れないし、体には異常がなかった。最初はもちろん腫れてたけど、今はもう耐性ができちゃったと。うん、A さんはもちろん普通に生活している女性なので菌に反応して唇が腫れたとのことです。もし A さんがあのまま、俺んとこ来ないかで男性の家に行ってたら、あの有名事件に巻き込まれたんじゃないかなという。 えあの事件っすか、ま、マッチングアプリしている友達に、えー、みんなにこの話をして注意喚起をしているて<ー> <laughs> 僕はどの事件かは言及してないですけども、はい、とある、うん、家に遺体がいっぱいあった事件だうわーうで,すですよねあれですよね多分実はね、はい、これに似た話がもう一件えー、別で来てたんです 今両方の方に取材を、まあ、お願いしてるんですけどとある、えー、取材 OK してもらった方に聞いたらえっってなったっていう怖わこ,これねいやこれはどこでも言えないっすよそれアビルが一番適してると思いるなんかその気軽に何か聞いてよっていうのも、うん、恐ろしくて話せないし、うんうん、でもここでこうやって、まあ、ある種匿名じゃないですかで扱って でも誰かに伝えたいしこれぐらい危ないんだよって当事者の人伝えたいですもんね、うん、でしかもこれ美容院の先輩がお客さんから聞いた話やから、はいうん、ややこしいねあそっかこの先輩に取材を申し込むはいで申し込んでその人につなげてもらうっていうのがちょっとね <laughs> ごちゃっとなるんで間がありますもんねそ<う>このねでこのおそらくこの事件と思われる方の 投稿会談が別であったの、はい、でその方に聞いて内容が似てたから「実はそうなんですよ」っていうので話をバーッと怖っ怖いよなはいいやなんかねなんか不意に思ったことあったんですよそのマッチングアプリとかまあ先ほどの話のまマつの方もその そういういアプリを通して連絡取ったじゃないですか、うん、こんだけそのマッチングアプリ的なのが普及してたら、うん、いやめっちゃ事件とかトラブルもっと起きていいよなってあるよなで多分このお二方お三方ですね、はい、お三方は事前に逃げ帰ったから一コアで終わってるですよねでも俺迷宮入りしてるのめっちゃあると思うんですよね、うん、そうなんですよ 恐ろしいっすよねこの3人はその奇跡の生還者じゃないですか、うん、賞味そうねこれがだってこのあとちてたら今こうやって聞くことも多分な,なってなかったと思,うかなっ,たと思ったこと、うん、怖っ恐ろしい まあ,ね、あのー、今回取材協力していただいた方がすごい注意喚起してたのがマッチングアプリ全部が悪いわけじゃないんですただ、うんえー、ちゃんとお金をしっかり払って、うん、男女ともにね、うん、女性だけ払わへんとかもあるじゃないですか、うんうん、しっかりお互い払って真剣な声を見つける場っていうのもあるのでマッチングアプリ自体を批判してるわけではなく、うん、使い方と距離感は、うんうんうん 気をつけた方がいいんじゃないですかっていう話で、そうですね。僕からの注意喚起でもありますし、うん、気をつけていただけたらなと。本当にゾッとする話ということで、はいえー、まあ何番ということはさておき、要素であんまりお話してないこと、あ,ありがとうございます。ということで一つご紹介したいのが。はいはい 事件としてそもそもも有名なんですよ、うん、ただ、まあ、若い視聴者の皆さんは、うん、そんなことあったっけ生まれる前のことだし知らないなと。でかといってこう日本史の教科書に載るようなそんな古い話でもないわけですから、えー、逆に新鮮かなというような事件なんですけれども、はい、これは東京の練馬、はい、区で、はい、一家5人。うん えー、みんな一、まあ、人助かったんですけどお5人惨殺殺されてしまってさらにバラバラにされたというひどい事件、うんまあ一言で言えばそういう、まあ、練馬一家5人殺害事件ということで、うんまあ、これは犯人も逮捕されてますし、えー、世田谷一家殺人事件なんかとは違うと。うんえー、犯人が捕まって、えー、もう今は 死刑も執行されてるということでいろいろと解明はされてるわけですね、うん、あの迷宮入りしてないあもうだからここがこうなってこうなってこういう事件が起きたっていうのはもう,もう明らかになってるんですね、はい、そうですね、はい、それで、えーまあ、私は40代半ば、えー、なんですけれども、はい、一応生まれてはいました、はい、ですからそんなに 歴史上のお事件な,なんだそれみたいな <laughs> あの本能寺の変みたいなのとは違うと <laughs> 1990年代、えー、80年代,80年代昭和の終わり頃ですねはい、はいはい、それで、えー、まあ私は個人的に興味深い点がありまして実は、はいはい、そのなんで私が」 はい、この事故物件、はい、興味持ったかというと、まあ、このサイトは2005年平成17年に開設したんですけれども19年前ですけれども当時私は不動産投資をしてたんですね<ー>ええー、買う買って、はい、売るんではなくて買って貸す、えーまあ、大家さんになって住んで。 家賃をを払っててくれる人を探してあそういうはいですから駅前にある不動産屋さんみたいに誰かと誰かをつないで仲介手数料をもらうっていうまあそういう不動産屋さんではなくてあくまでも自分がオーナーとしてまあ投資するという大家さんでさらにそれを増やしていくと単純に大家さんだったらそんな逆に自分の。 首を自分で締めるような活動になるかもしれないんですけども、第2を押しまそう、第3を押しまそうみたいな形で物件を増やしていく、うんうん、そしてちょっと借りて住むんではなくて、大金を投じるわけですから、余計に訳あり物件を捕まされたくないというのが、<laughs> あのこの事故物件に興味を持ったきっかけなんですね。ですかかから人が亡くなったかどうか、うん に限らず反、うんまあ、社の事務所が近くにないかとか風俗はどうなのかとかもうありとあらゆるある意味こう荒探しをしていたということなんですけれどもできるだけ安く物件を取得したいということでうん、うん、裁判所の競売物件に手を出してたんですね、うん、で競売物件というのは要するに差し押さえられちゃったもうローンも返せないそういうような家を まあ借金の肩に取られるっていう言い方をしますけど、まあ、実際には家を取り上げられるわけではなくて家を強制的にオークションにかけられてしまってその金額が借金より多かったら、まあ、そのお釣りみたいなのは当然本人のところに行きますし足りなかったらもっと返してくださいということになるんで。 決してその借金と物件を相殺してチャラにするわけではないんですけどまあそれでもざっくり言うとお金返せないんだったら家で払えというような話であるわけですそれで私はその競売というもの普通の不動産よりはちょっとこう暴流の隅っこにあるようなところに生きてたんですけれども。 で今はやってませんサイト運営が本業ですから、うん、で、えー、先ほどの事件の方に話を戻すと、はい、この事件っていうのもその競売後のトラブルがきっかけなんですよ、はい、で、えー、昭和の話ですから、はいはい、法律も全然今とは違います私が競売に携わってた頃とも 違うんでえ単純な比較はできないんですけれどもまあやっぱりその銀行からお金を借りてその練馬の大きな一軒家を家が大きいというよりまあ庭が広いんですけれどもえ買ってバブル期もうこれからバブルになるっていうぐらいの時期なんですけれども。 まあそれを転売すれば大儲けできる銀行にも当然借金を返してそれで利益もたくさん得られると思ったのになかなか住んでる人が出てってくれないとそれで交渉をするんですけどもまあ立ち退き料を払うつもりなんだけれどもまあ相場の何倍もの ですから、まあ、私は決して、えー、ひあの犯人の肩を持つつもりはないんですけれども、まあ、当時そして今でもネット上でいろいろとこう見解を読むとかなり犯人に対して同情論が強いんですよねさらに言うとその、えー、住んでたファミリーで住んでたわけですけどその奥さんの お父さんえご主人からすれば義理の父別のところに住んでるんですけど、うん、その人がまあいろいろとこう知恵をうん、うん、ル知恵を授けたっていうことで、うん、もうちょっと釣り上げたら取れんぞみたいな,なはいでも結果その朝知恵のせいで、うん、まあ自分は大丈夫なんですけど他のところに住んでるわけですから自分の娘と婿と孫たちみんな殺されちゃった一人だけあのー 修学旅行じゃないんですけどあの臨海林間学,学校みたいなので、うんえー、いなくて助かったっていうその子かわいそう帰ってきたらもう家族はいないってことですねそうなんですよそれであまりにこう不憫なので、うん、まあ最初は交通事故でみんな死んじゃったみたいな 嘘ついう言い方を周りの先生とかが言ったっていうような事件で結局その子どもまで巻き込んだことこれがもうどういうふうにも関係ないわけですからあのまあ死刑になって当然ということなんですけれどもまあその何十年も経ってえその一人残った女の子もまあ私より。 年上なんで、まあ、そのぐらい今50代でしょうかね、うん、あのそのぐらい時間が経ってるので、うん、いつまでも都内の、うん、広い土地がですね、まあ、バブル崩壊したとはいえほったらかしにされるはずもなく、うんね、まあしばらく駐車場になってたそうなんですけれどもこの駐車場にとりあえずするっていうのはこれほんと事故物件あるあるの一つなんですけども、うん、そうなんや。 今はもう1軒が5軒建ってますねですから元がいかに広いお家だったか,っっか,かったで,、ね、でこの、まあ、バラバラ分譲分けて譲ると分譲マンションじゃないんですけど土地を分譲するっていうのはこの細かく分ける切り刻むっていうことなんですけれども、うんうんうん これもまた自己仏教のその後あるあるなんですよ。へ<ー>でまあ理由はいくつかあってやっぱりもう広すぎたらな、うん、何億とかになっちゃって誰も買えない、うん、まあ売れ残る、うん、それじゃしょうがないわけですから、まあ、手が届く範囲のお金額に収まるような区画ごとに分けると。 いうこ,とこれは当然、うんえー、お金儲けということで、うんえー、合理的な話なので、うん、必ずしも事故物件だからということとはつながらないんですけど、うん、それにしても事故物件の後例えば2件小さめのお家を建てるとか、うん、今で言えば5件、うん、そして極端なケースだと私が知ってる範囲だと。 29件にしたケースも広大な土地ですねそ,<う>それでそこも、えー、殺人事件現場で未解決なんですそっちはですねでそれはちょっと別の話なんで置いときますけどやっぱり広いおうちこいつ金持ってんじゃないかみたいになって狙われてその後、まあと紆余曲折を経て最終的には。 まあ小ぶりなお家が何軒かというパターンが多いんですでこれは何でなんだろうか、はい、まあ先ほど申し上げたように、まあ、そもそもあんまり高いと売れないからっていうのが理由の一つそれは大きな理由なんですけど、うん、他にもあってそれは例えば一、えー、人殺されてしまったとここで殺されてしまったとなれば、まあ、この土地は 事故物件ですと正直に言いますと時間はたったけれどもそして新しいお家経たったけれどもまあ気にするんだったら割引しますという言い方に営業トークとしてはなるんですけど隣の区画こっち側の区画もあっち側の区画も全部いやここでは誰も人は殺されてませんと合法的に。 言えるということで、えー、この土地では誰も死んでません事故物件じゃありませんと言い切れるそういう状況を作るにはやっぱりこう細かく分けるというのがあの正解なのかなとそうですねこのでっかい家のじゃあ端っこでなくなられてて1個で売っちゃったら全部が事故物件の様子なのかなそういうふうになっちゃいますもうここだけ ここだけ事故物件で他はなくなってないんですようにできますもんねそうなんですよねうわすごでまあその区画をそもそもゴミ、まあ、捨て場にするとか、えー、道路っぽくするとかあるいは駐車場に、まあ、駐車スペースにする少なくともその家の人が寝るわけじゃないような場所にするまあいろんなあの知恵といいますかテクニックが。 ありますね、これ例えばマンションが建ってただ、えー、そのなくなった地点を駐輪場にするとするじゃないですかでも建物自体は事故物件の土地としてはならないじゃないですか、はい、この場合って事前に言わなくてもいいんですかこうなった場合はまああの微妙な、まあ、ケースバイケースなんですけど、うん、仮に言わなきゃいけないとなっていったとしても、うん、まあさすがに 寝てたら、うなされるとか、何かこう、霊が見えるみたいなことにはならないはずなんですよ。何しろ、そこは自転車を置いてるだけですから。うんで,すね、ですから、夜中に帰ってきて、自転車を止めるときに、何か怖い思いをした。そういうことはあるかもしれないですけど。部屋の中で、隅っこに誰か立ってるなんてこと。霊能者とかが言ったら、まあ、それ、インチキっていうことに。なるんでそうか。告知事項には入らないんですね。 えとまあ告知しても大丈夫ってことですむしろ入らないというよりは告知してあみんななんだと駐人場かそれなら気にしないっていう反応になるんだろうな部屋じゃないんでっていうふうに告知していくってこと、はい、そっちの方がむしろトラブル回避クレーム回避ってことになるのかなとはあいやちょっと面白そうそれで、はい、そのここでこの話は終わりなんですけども、はい、その 住所がどううななるかっていう問題なんです、はい、今まで1軒のお家だったんで住居、まあ、表示というその郵便が届く宛名の番地は1つだったわけですよねいかに大きなお家であっても1つだったと。で,、ねでえー、先ほどの練馬の例で言えば5軒お家が建ってるわけですから5つ新しい バンチが設定されるわけですで別にですね全部同じであってもいいんですけどもまあ困りませんねるです郵便物ははいでここのケースで言うと5つ全部違うバンチにしてるんで、まあ、一軒家ですしあの郵便屋さんは何番だったらこの方何番だったらこの方っていう風うにウーバーにしても誰も困らないようになってるんですけど その5件のどのお宅もその前の事件があった大きなおうちの時代の番地を引き継いでないんですよですから血のようになったんです、ね、まあ具体的な数字を挙げて説明した方が分かりやすいんですけどちょっと差し障りがあるんでやめておきますけれどももともと何番地何号で事件がありましたっていうその数字の 住所をみんな避けて5個新しいただ 2>, 2の1の4であったとしたら2の1の12、はい、の1の22、はい、の1の32、はい、の1の5にしてるってことですかそういうことですそういうことですそれはでもまあ認められるんですねあの実は玄関のドアの位置で決まるんで、はい、勝手なことはできないんですけど玄関の位置を そういうふうに工夫すれば役所はまあ認めますよねはあじゃあ事故物件じゃないからうち安心やって言ってる方の中にもいやいや実は事故物件の土地なんですよっていうのがありえるってとでそうなんですこ<わ>でこの練馬の事件の場合も5人も殺しちゃってますから、うん、さすがに1箇所で うん、住んでないんですよ。いろんな部屋で、うん、ただ。ね、まあ、当時の新聞報道なんかを見ると、はい、まあ応接間だったり、そしてまなんといってもその風呂場で解体して、うん、みんなどんどんこう捨ててったりみたいなことで、うん、やっぱり私が見る限り、風呂場の跡が一番まずいなと思いますね。うん、あの、例えばみんな寝てる時にいろんな部屋を子供部屋を。 そして夫婦の寝室とか順番に寝てるところを殺していったなんて言ったらまあ全部屋殺害現場ということになっちゃうんですけどこのケースそうじゃないんでそんなにあの家中庭中あちこちで殺したっていうことになってないです結構こうキュッとしたもう庭は現場ではないですし応接間 とそして特に風呂場のお風呂場の跡地ここが嫌だなと個人的には思いますねいい通りを殺害した後、まあ、はい、みんなは逃げるわけじゃないですかえっとそれがですねあのまあ待ち伏せして帰ってきたらまた殺すみたいなことをやってるんですよねまバ、あ、やばいやつですよだから死刑になったんですけど、えー これはサイト解説以前のことなのでサイトには載ってないんですけどもう本当気持ち悪いですしまあ子供が犠牲になっていてそしてさらにまあヤフコメみたいなところだとこう犯人に対して同情論があるっていうのがもう本当信じられないですよね。 いやーこれはでもどんなバックボーンあったとしてもなかなか難しいけどなそっち側の同情っていうのは犯人側にはいもう、まあ、この動画に対するコメントもどうなるか分かりませんけれどもまあなかなか被害者が悪いっていうような言い方をするコメントも削除した方がいいと思いますけどありますねはいーいやー 小笠さんも、うん、まあ言ったらパンサーで活動してる分、うん、心霊ロケとかは行くわけじゃであの ?3 年ぐらいめちゃくちゃ行ってて、はい、俺その時、はい、本当に1週間にいっぺん謎の扁桃腺腫れて入院みたいなのもあったんだから2日入院して今度また1週間後3日入院してとかすごかったよもう体調があからさまに悪くなるんだよ。 な,なんかあるんだよね多分なんかよく言うのがその人がいかんところやから、うん、そのウイルスがいると人に会わへんなるほどねそういう廃墟とかだったからっていう説と、うん、意味が分からないみたいなのもあるから、うん、なるほどね、うん、あるんだねそういうのもねそうっすねでやっぱロケ見てたら、うん、パンサーで菅さんと向井は弾いてみててオうそうそそう <laughs> まずリモートなのよ廃墟のちょっと遠く廃墟の遠くからテント作ってそこで霊媒師と関と向井がモニタリングしてるわけやで俺はもう全部このここの GoPro とあと手持ちハンドと全部ここにもカメラつけてこういうやつ超時アンコみたいなそうスタッフさんも行かないのよそう俺一人なのよ分かる一人しか行かないのえそれちなみに 行ったところでど,どういうところがあったんですかいろんなだから言ったら廃ホテルもあったし、はい、あと一番俺が怖かったのはお寺に地下があるのよ廃墟のお寺そこに地下があって地下の奥まで俺がも,もう言ってるだけでもう,もう立ってるのも怖くてめちゃくちゃ怖いもう本当に怖かったんだからそのお寺さんっていうのは日本の都内の ですかいや群馬とかかなあ、まあ、ちょっと東京から離れたところのお寺さんの地下道がある、うん、地,下地下道があのでそこに俺がそのね全部つけて行くんだけど、うん、もう地下道が 400m ぐらいあるだよ<中>そうすごいでかいお寺の真っ暗だからね真っ暗本当に真っ暗虫とかもいるじゃない虫もいるしで後ろ誰もついてこないからカメラマンもついてこないからで 俺もう真っ暗の中でねこうやって行くわけよ地下道地下だからもう静かでポタンポタンとかさ、うん、でずっと行くんだけどもうやっぱ5 0ルぐらいでもう怖くて戻るのよもう怖すぎて本当に怖いんだよまあわかります僕も何回か行ったことあるんでそうで戻ってでまたもうバーバー言われて行けよみたいな言われてまた行くんだけどまた1 0 0ルで戻ったりそれ何回ももうボケでやってないんだ本当に怖いから <laughs> でもう勇気あの振り絞って3 0 0ルぐらいまで行って、うん、でやっぱ3 0 0ルまで行くと戻るのも 300m あるからうもうそこも怖いからもう腹決めて、うん、100行った方がいい百ゃ、ね、100行った方がいいじゃんで行ったのよそしたら一番奥にさお堂があるのよこう「水子堂」って書いてあるの、うんね、怖いんだけど、うん、で水子堂が入ってったらその「 こっちにお面昔のお面がブワー,ーってあんのよ昔のキャラクターそうキャラクターというかなんか,なんかあのキツネとかさあのあ<ー>そうもう50個ぐらいねバーって飾ってあるのね<ー>こんぐらいの大きさのお堂なんだよ奥にあるのは大体、えー、<う>20畳ぐらいですかも、ね、そうでその横に千バズルがブワー,ーってあるの、ね、真っ暗よ俺がこうやって照らしてるから見えるだけで、えー で一番端に風車がブワーっとあるのよ何それめっちゃ怖いねで俺そこれを一つずつこうやってもう取るしかないからもう戻れないからもうこうやって取ってったのよでこう面取ってこうやって線抜する取ってで風車取っていっぱいあるのさでパってやったらいっぱいある中で一個だけがこう回ってんの風車,風車が風なんてないんだよ一個だけ回ってんの それも取ってんだけど俺でうわーっつって 400m 怖っ走って相当速い俺<う>めっちゃ怖かったよちょっと怖っそうちっなめちゃくちゃ怖1個だけだからね今でも覚えてるわで戻ってでそれも取れてたからうわーってなってんで霊媒師の人がなんだかんだ霊がどのこんなしたんだってなってでそっから俺2時間そこにいてくださいって言われたのえっ 400m 先の,そ<う>そのお面とかかさ車があるところで,そ,でそこで行って俺2時間ずっとこうやって何をしてるんですか取るだけ取るだけなんか何が起こるかっていうの、うん、1万5000円それでハ1万 <laughs> 5000円キャラうけもろてんなもろてんのかこれ <laughs> ひどいわでもめっちゃ怖かったねあれはいっちょっと 王さんん持ってまいやっていや経験してることからいやそれでもですよその地下に風があるわけないのにしかも4 0 0ルも奥まったとこです奥まったとこ隙間風が入ってくるわけないのに1個だけですだから1個反応してたってことでしょ何て回ったのか分かんないけど今でもしかもなんで地下にそんなことをしてるんでしょうねそう水小堂ってのがあるんねそのお堂はめちゃくちゃ古びてるめちゃくちゃ古いむちゃくちゃ古い でお地蔵さんとかもあってめっちゃ怖かったねあれね。あい,いやちょっとその心霊ロケでいろいろした中で一番怖いのが、うん、まあそれって考えた時に、うん、その風車ぐるぐるを体験するってことは何かしら「うん、こいつ霊見えんじゃん」みたいなお化け側に思われてるからとかって。 あるんじゃないですかそうなのだから俺その時ゴーストハンターってばわれてた、ね、そのなんか <laughs> 取れたりするからだからそうそうそうあ,あるんですね引き寄せるないんですか人生でそういうなんか変なもん見たなみたいなない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 、見たなはないあ見たなはないで,すかでも守られてんなってのはめっちゃあるその例えば俺超野生児でさ 小さい頃からねもう本当にあの東松島っていうすごい田舎で育ったのよ。で山と海に囲まれた。でそこで言った小さい頃ずっと小学校1年生とかで山とか登ってさでバーって走っててさ木バーって行くとさ急に崖のとこあるじゃん。あるじゃん田舎って。はい、で本当に漫画みたいにバーとて走っててこのシュルルルッつって。あ,あもうここ走るとこないそう。でバーって背中から落ちたりとか。でそっから2時間ぐらいね。 もう動けないんだけどってずっとなっててでもその落ちたとこがそこだけ草だったとかだあ,<ー>そのあとはもう石なんだけど俺が落ちたとこだけちょっとクッションになって草だったとかあと言ったらもううわーってなるとさあの運河とかさ そういうい川とかもバーンとン俺運河にそ,<う>えそ,のそこら辺の川じゃなくて運河に運河とかそういうところにもう海とかすごい近かったから、うん、バーンと飛び込むのよね、俺ねで今でも小さい頃もう小学校2年ぐらいの時覚えてるけどバーンっと飛び込んだらもうここに岩こう,うもうちょっとずれてたら100%死んでるうん何回もあるやっぱりそういうのが。 なんか守られてんのかなというかあそこら辺お仕事この間映画で撮影何ヶ月か行ってたんですけどむっちゃ自然そうそうそう自然しかないだって普通に鹿とかいましたもんいる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 いタヌキだの色んんなのいるやっぱねの自然地域の中で野生児として生きてきたら今のとかありえそうっすもんいやありえるありえるめちゃくちゃありえる 小笠さんね心霊ロケとかさまざまな体験してるじゃないですか小笠さんの一番の魅力ってポップに命かけて体張るやと思うんですよああしいねポップにな痛々しく見えないようにな笑えるってだからかわいそうとかっていうメッのやりたくてやってるあんま言わへんねんってそれやりたくてやってるんでよあんまり信じられすぎクレーム来るからさかわいそうとか。 そ,のそれがまずお,おもろいというか見てて、ねうん、<laughs> ほんまに命落とすぐらいのことをやってるじゃないですかちょっと聞いてくれよ <laughs> これさ, <laughs> <の>さ <laughs> やばいのは、はい、やっぱり結構いろんな言ってんだよ、はい、まずその動物,動物はやっぱり 台って <laughs> そうか<の>そうか用意してる台本どりにいくわけないんだ <laughs> だから本能だからあっちはさええぐかったまあな何個もいると思うんですけどベスト3でも何でもいいですけどえもう危なかったこれもなかったぞ命っていうのってありますいややっぱでもベタにライオンワニワニもやばい ワニもっとかまずライオンのヤバさはどうなんですか、うん、ライオンのロケはどんなんなんかだから俺だから南アフリカだからって言われても「なんでわかんねえんだよ」じゃないんですよ俺形、うん、さんかからもめちゃくちゃ言ってるからさもうなんかあれあれなんだけどまず南の<で>日本の動物園でしょあのねあの東京ドーム150個分の動物公園わ、はい、かる <laughs> 野生なんだよほぼわかる日本にそんなとこないじゃない,ないよ150個分ぐらいの大きさ の一応動物公園じゃあ動物公園なんだけどどこの話してるんですかこれ南アフリカどこ行ってんねんそうだよどこ行ってんねんいや日本でよお前そんなロケあるわけねえだろ <laughs> 日本のライオンでいいっすよなんで本場のライオンに行くマジのやつじゃないダメなのでまず南アフリカまず現地集合だからね俺 <laughs> まずは一番治安の,の,の悪いところにむっちゃ怖いよ,怖いよお前 今でこそ治安よくなったと言われてるけどそうだよあの時なんかめっちゃ怖いもんだからもう空港で、ね、左から2番目の柱で待ち合わせでそこまで一人で行って取引やんそうだよで行ってでまずそのまんまあの自然公園行ってで言ったらあのすっごい広いとこで飼ってるっちゃ餌とかやってないんだよもう狩りしてるからもう。 りもしてるるとかこの生態系があるってことそうそう,そ,うその公園内でとんでもないもう大きいから<ぁ>何百個分東京ドームだからもうただその囲ってる囲ってるだけなのこっからここは公園にしとこうぜうみたいなでその社員みたいなのがい,いんだよその動物公園の,その一応飼育員みたいな3人ぐらいいるよ3人だよでもで1人が模擬館のさあのタトゥーブワー入ってる やつがいるんだけど、キャッテン座標みたいな。そう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 。キャベツ確認中の。ガム食ってさ、<laughs> ガム食ってやってんだよ。いや悪いな。そいつがそのライオン担当なのよ。<laughs> ね。はい、で俺はライオンウォークってのはできるっていうのよそのライオンとここで歩く、五十メートルぐらい。ライオンでよ。ここにライオン。本当の首輪もなしよ。むちゃくちゃ怖いよ。もうその大きいしね。もう。 顔なんかこんなにあるしね。そのライオンと歩くっていうロケで行ったの。で、でそのいろんなこうあれがあるのよ注意事項目合わしちゃダメだ。ああ、そうなんよ。で、でっかい枝踏んじゃダメだ。えー、うん。で、あの後ろ後ろ背中見しちゃダメだとか。いろんな項目があるんだよ。そのこんなやったら来るからって言われるのよ。だからそれをやんないでくださいって言われて。で。 でなんか一応警備のこの銃を持ってるさ人いるの一人その人が何かあったら多分撃ってくれるんだろうねただその人はもうずっとこのパッケージに入れてるのよかるああもうすぐ取り出されへんそうガチャガチャって言ってたで俺それで いやそれやめてくれと <laughs> その命のかかるから <laughs> もう引き金を引く状態にしてくれとうもうガチャでこれで持ってくれとで言うのよただもうあっちのねもうプライドが高いのまず、はい、あっちの人っても多分海外旅行ったことないかわかんないと思うけど、はい、いや俺はこれでやってきたんだ俺はこれでパッケージに入れてこれがかっこいいんだこれちゃんとこれやるから俺はあの任せてくれみたいな。いやいや怖いからそれでもう1時間ぐらいもう コールになってで結局あいつのプライドでもう「もういいわ」っつってもうパッケージ玉もなってで歩くんだけど俺一緒にでそいつはもうこうやって持ってってうわワって歩いてで俺あの枝をね踏んじゃったのよ<え>パチンって枝なんていっぱいあんだからさで結構太めになってパチンって踏んじゃったのしたらグッて見るのよライオンはライオンと歩いてんだよもうでっかいの。 で誰もいないいいなのかねそ,そいつがいるぐらいだからこのまずだからライオンを連れてくるわけじゃないですかそ,うだよそのやつが、うん、ライオンああ近くにおったなってさーっていくじゃないですか、うん、でこっから 50m ぐらい歩くわけでしょそうそうでバーって歩いてて何メーーぐらいの時にまず枝踏むんですか、うん、俺はもうすぐ踏んだもう1 0ーぐらいで <laughs>、うん、ガチって踏んだで,でパッて見たバられるでやばい もう絶対いくぞって目してんのよでも目合わしちゃダメなんでしょそうだよだって見てきたらさもう合うじゃないじゃあまず枝踏んで目合ったんすかもそう3分の2合としやっちゃってんのよあと背中すやんそうで俺はもう目合ってるからで目合った瞬間にもう来るなって思ったから前に出たのよ俺グッと前に出たらそこにちょっとした穴があって穴に入ってポッとこけちゃったの俺 したらその上をちょうどこのかわした感じでグワーって行ったのでここにいたのよここにわーってなってしたらそのパ打てと思ったからパンってみたらそいつも <laughs> もうこんなってて,てでもうわあダメだこいつダメだってなったらそのボキカンのあのタトゥーのタトゥーのやつがバーと走ってきてくれてもうシンプルにそのライオンの米髪 ってやって、<っ>なんとか,ってんかうわーっとか言ってるけど <laughs> いねえなそうなんとか助かったんだけどあれは本当にもうあの目で多分、穴なかったら俺もうここ行かれてるわここガーッう死んでると思うあ,あのー、ライオンに噛まれた松島さん、ね、そう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 になってな,、ね、な,なってると思うだって枝踏んだらあかんっていうの踏んで目あってなんかこう放りこう こけた時にも背中見してるし三つやってるじゃん <laughs> 開始 10m 10ダメだって分かってんだけどもうもうさもうふ踏んでたねピチッってなって あのライフルのやつには何て言ったんですかいやボロックセっておいってお前だからお前帰ろよこっからお前 <laughs> 俺でよかったから今までなかったらってそのそういう襲うことがな,なんで今後のこと心配する、ね、いやいやから俺みたいなやつ <laughs> 出,し出したくねえよも<う>帰ろよ <laughs> もうよやばかったそれで揉めてさ謝ってましたよそいつ謝んねえプライド高いからいやまあ俺のやり方もちょっと間違ってたかもしれないけどまあ まあまあまあみたいな。<laughs> 助かったし、<う>まあ、まあまあまあ。本当あっちの人ってもうそういうのプライドあるからね。<laughs> 私が人生の中で一番怖いなと思った体験なんですけど、がはい、私が中学校の二年生の時のことです。で、あの陸上部だったんですよ。はい 陸上部って言ってもみんなそこの陸上部に参加してる人は全員掛け持ちだったんですよ私ももちろん。<え>バスケ部やって美術部やって陸上部とか<ー>野球部やって陸上部サッカー部で陸上部とかみんなそう体育の先生が「陸上部を作りたい」っていきなり言い出して<ー>運動神経のいいやつがガッって集められたっていう<ー>もう取ってつけたような陸上部だったんですよ。だからももめちゃくちゃゃく狭いし設備もないしし設備な なんかスパイクも大会当日まで誰も履いたことがなかったっていう状態だったんですよ。い毎日放課後になったら集められて走る練習したりとかリレーの練習したりバトンの渡し方とかいうのやったりとかしててでいざ大会当日になりましたやりますってやった時にもともと陸上部って作ってないから一人の人が多種目出るんですよ。 400走った後に800リレーとか出たりその後に1,000とか1,500走るみたいなもう「出れるはい」って言ったもう「はい」って言っちゃったやつは全部。 だからあの国立競技場かなんかの一部を借りてだったんですけど、はい、400こうやって走ったら外出てまたバーっていってスタートのところに回ってまた走らされるみたいな感じ、えー、本当クソシステムだったんですけど<ー>でそこの状態でしかもスパイク初めて履いてるでクラウチングスタートのあの台とかもやったことがないんですよ。 あ、セッティングしててくれれないんですね、あれもう、したことがなくてであここにみんなの見てあこうやって足かけるんだっていう感じで、うん、私も「ゲットセットレディ」みたいな感じで走ろうとした時になんかその踏ん張り方が分かんなくってなのかなんか転んじゃったんですよそのドーンって出た時に、うん、なんかこうふわっとする感じがあってで「あやばいなんか変な感じがある」って思って。 足元見てこう着地しようとするじゃないですか。うん、の時に足の向きがちょっと変な方向向いて<ー>多分脱臼しちゃってたんですよね。でそのまま変に着地しちゃってぐちゃっとなって痛い痛い痛いってなってもうワンワン泣いちゃって救急車で搬送されてじゃあ半月板がもうしっちゃがめっちゃがになってますってなって、えー、でいきなりこう入院手術が決まっちゃったんですよそのまま。で、10日間 入院ししててて日目に手術まますっっいうのが決まって、うん、でその時にたまたまうちの母はちょっと結構病弱だったんですけどその母も母もで入院してた時期だったたんですよ<う>ただ私が搬送された病院っていうのが母の,そのいる病院と違ったので、うん、その事情を話してで、うちちょっと父がいないのであの、できれば同じ病院に転院したいんですけどって言って。<ー> あのおばあちゃんに来てもらって転院して母と同じ病院に入院することになったんですよで母は3階に入院してて私は5階の形成外科のところに入院してたんですけど。で 入院するってなっててててな手続きしててで母も来れなかったんで私がこうその説明とかをいろいろ聞かなきゃいけなくて看護師さんからで。でもその看護師さんがめちゃくちゃ優しくて「一人で心細いね」みたいな「私佐藤って言うんでよろしくお願いします」みたいな「仲良くしてこうね」とか言われて「めっちゃ優しい人」と思って「ありがとうございます」って言って「あれだよねあの松島さんって3階に入院されてる松島さんの娘さんだよね」って言われて「あ そうなんですよなんで知ってるんだろうと思ったんですけどうちの母って結構その長い期間いろん、まあ、入院したり退院したり入院したりっていうのを繰り返してた人なので病院内で顔見知りが多かったりとか売店のおばちゃんとかも顔見知りとかであと夜寝れないからっていっていろんなとこぐるぐる歩き回ったりとかしてで結構言うんですよあそこにおじいさんいるよとかあの回の人亡くなっちゃうかもとかそういうの言う人なんで結構有名だったんですよ。であそういういことかとか思って あ、まあまそうですそうですって言ったらあの「松島さん松島さんの娘さんだったら夜中の2時トイレ行かない方がいいよ」って言われてえって思ってもう完全にそのことだなと思ったんですよその母がお化け見たりとかそういうの言う人だからでしかもトイレじゃないですかでも入院初日にそれ言うんだこの人と思って。 ひでやつだななと思いながら、まあ、でも、まあ、注意喚起してくれたんだろうなと思って慣れない環境で夜寝れないけどそんな時にトイレ行きたくなったとしても行かない方がいいよっていうことで言ってくれてんだなと思ってあ,ありがとうございますとかって言ってで,でも気になっっちゃったんですよ好奇心もあるしだからじゃあ行くって言ったとしても初日とかそのまだバンバン歩ける状態の時に行った方がいいと思うんですけどただ初日に行ってもし何か怖いことあったらあとの9日間。 ずっと怖いいいいいじゃゃなななですかきけし手術もしななきゃいけないけ、うん、手術したら足悪くなって足悪くなってってか歩きにくくなって、うん、なんか逃げるとかも無理になるから、うん、これはもう退院の前日がいいなと思って、うんうん、で9日目入院手術してでリハビリもしてもうだいぶ歩けるようになってもう明日退院ですの夜じゃあ今日トイレ行こうと思って。 でその当時ガラケーだったんですけどマナーモードにして1時55分とかにアラームかけて胸にこう抱いて寝ようと思ったんですけどもう緊張して眠れなくてでパッて何回もこう見ててあじゃあまあそろそろ行くかと思って58分ぐらいに立ち上がってさーって開けてで廊下出てでトイレってまあ何箇所かあるんですけど、まあ、多分ここかなって一番美容室が近いところのトイレに入ったんですよ。 で、病室っていうかその病院の塔自体の作りとしてこっちのエリアは女性だけこっちのエリアは男性だけみたいな男女混合じゃなかったんですよ。うんうん、でもうそこのトトイイレレって言ったらもう女性トイレだけ、うん、で、中入ると4つトイレがバーって並んでるんですけど形成外科のトイレなんであの、こういうタイプじゃないんですよね車椅子とか松葉杖が多いから引き戸だと開けられないのでスライド式なんですよ。はあ、車椅子とかでもこううガガガラガラガラっっててて開けられるようになっててで じゃあどこ入ろうってなって、うん、で私なんかその当時結構勘違いしたんですけどだいたいこういう怖いのってトイレの花子さんとかだと四番目だろうと思ってたんですけど三番目らしくて本当はいやトイレの花子さん三番目じゃないですかでも私四番目だと思い込んで、うん、なんか知らんけどそのいややっぱ四番目だろうって言って一番奥のトイレに入ったんですよで一番奥のト,トイレっていうのが、うん、なんかちょっとなんか古くて多分取り付け そこだけアコーディオンタイプというかガラガラガラだったんですけどでその上にレールがついててでこうスライド式のドアなんですけどカチャって閉めると、まあ、しっかりと固定されるっていうタイプのやつで,でとりあえずガラガラって閉めてカチャって鍵かけてで座ってで別に用を足したくて来てるわけじゃないんですることもうそろそろ2時ぐらいかなとか。 なんかどれぐらい経っただろうななんか別になん,もな,んなかったなと思ってじゃあまあ変えるかと思って、うん、も,うもう検証しましたって言ったんで鍵カチャって開けて立ち上がって出ようとしたら開かないんですよ。であれなんか引っかかってんのかなこれと思って。 こうやってガンガンガンってやるんですけど全然もう食っても何も食ってないのに全然開かなくてもうただ本当にガタガタするだけであこれダメだと思ってなんか私が鍵壊しちゃったか強く締めちゃったのかなまあ、古かったしここだけと思ってであの一応トイレにあの何かあった時ボタンっていうのでナースコールがあるんですよ。でナースコールを押して呼ぼうと思ってナースコールカチッと押したら何も聞こえないんですよ。 もうシーンと静まり返って夜なのにそのぼちっと押したら「プリレレレレレとか言ってくれるのかなと思ったら何もなんなくてカチャ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 ってやってて「あれこれやばいかも」と思って「であれすいませんすいません」とかって言って誰かに届けばいいなと思って「すいませんすいません」って言ってたらすごい遠くの方から金属の擦れるよような音聞こえたんですそれがいわゆる「こうキきキっていう同じ音が連続で聞こえるような感じで。 ななんとく頭の中であ、車椅子だと思ってで、その車椅子の音がだんだんこう「キきキーキーって近づいてくるんですよ。あこれトイレに来るなと思ってこの人に伝えてもらおうと思って「で、あすいませんすいません」とか「ごめんなさい鍵が壊れちゃってドアが開かないんです」キーキーキー「キきキキすいませんごめんなさい聞こえますか?キーキー」き私のそのドアの前で止まったんですよ。で ああ、れと思ってであごめんなさい、今入っててあの鍵がこれ壊れててあ、分かりますかナースステーション行ってあの助け求めていただけませんかって言った瞬間にあの,なてうの、このドアがぐーって自分のほう向かってきたと思ったらドーンってぶつかられてえこの人何してんのと思ってえ、ごめんなさい。ああのか入っってますよとと壊れちゃうもっとって言って うのにもう何回もガーンガーンってぶつけられてきていや、怖っと思って「いや、ごめんなさいごめんなさい、本当にやめてくださいこれ本当に出れなくなっちゃうんで」って言ったら「カシャーンカラ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 もう車椅子が多分倒れちゃったん,だっんですよ。で「え大丈夫ですか?」って言って立ち上がって「あの、ごめんなさい大丈夫ですか大丈夫ですか?」って言ってたらまたドアがこう。 ーってこっちに寄ってきたんですよでこれなんだろうと思ってパッって下見たらそのスライドドアなんで、うん、上だけでしか固定されてなくて、うん、下がちょっと隙間空いてんですよでも言ってもこんなんすよ、うん、こんなんところから細い日本のでボーンて出てきてバチ,バチ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 ってやって私がこう立ってる足をこう掴もうとしてきたんですよ。だからもうびっくりしてこうやって足上げて「うわ!」とかって言ったらもう,なんかもうずっとこうやってやってくるから「うん、ああ無理無理怖い怖い怖い!」って誰か助けてくださいって言ったらバーンって開いたんですよドアが。でギャーって言ったら母が立ってたんですよ。 で「うわーお母さん!」って言ってもうバーって見るけど車椅子もなければ人もいなくてでも,うも,うもう涙バってはまって「めっちゃ今怖いことあった!」とかって言ったらお母さんが「何してんの?」って「来ないで」って言われたんでしょ」って言われて「なんで知ってんの?」と思いながらもう「いやもうなんだけどやっぱ確認したくて」とかなんとか言ったんですよ。でもう,うわーってんぱってるから「今こういうことがあったわ」って言ってもう多分尻滅裂に説明したら「いやもういいからここにいるのは危ないから」とかって言ってそのままバーって手引かれて、うん。 病室まで戻ったんですよ<う>で、すよ病室まで戻ったら大部屋だったんで他の患者さんもいるからすごい小声で「いやもう大丈夫?」とかって言って「一回もうちょっと横になって落ち着きな」とかって言ってでまあゆっくり話してくれたんですよ。でなんか言われてたんでしょそもそもとかって言って「で、お母さんなんか私それ言ったっけ?」とかって言って「いやでもお母さんの子だから多分言われるだろうなって分かってたよ」とかって言って「えじゃあお母さんからも伝えてほしかったこういうことがあるっていうのを私もう本当に想像以上にめちゃくちゃ怖かったからもう。 もしかしたらお母さんが助けに来てくれなかったら私どうなったか分かんないよ」とかっていろいろ言って「いやでも大丈夫こうやって助けに来るから」みたいなこと言ってくれてだんだんそれで落ち着いてきたんですよ。でだけどなんか私も私でその時も落ち着いてたしなんかそのままお母さんを返しちゃうのがなんか寂しいっていうかなんか変な感じがしちゃってあ「あなんか私も元気になってきたから一応エレベーターホールまで送るよ」 って言ってしたら「そしたら意味ないじゃん」とかってここまで私が送ってきたのに「うん、いやでもいいよいいよエレベーターホールまで送らせて」って言って「じゃあ分かった」って言って2人でこう病室を出てエレベーターホールまで向かったんですよ。その時の病院のエレベーターっていうのが前に3基と後ろに3基ある、うん、とこだったんですよ。うんうん でピッて押すと全部がこう光ってあの一番近いやつが来てくれるっていうやつで,でピッと押したらちょうど目の前のやつが来るってなって「じゃあ明日あの用意して行くから何時に行けばいいんだよね」とかって確認をしたその隊員の手続きの「うんそうだね待ってるよ」って言って「じゃあまたね」とかってエレベーターこうバーって閉まるじゃないですか。そうした瞬間に後ろがチーンって言って「えっ,っ?」て振り返ったら「あの真ん中のエレベーターがパーって開いて夜中なのにギッチギチに人乗ってんすよ」で乗って。るなっって思ってパッて思パ見たら真ん中に車椅子 で、女の子座っててそれを持ってるのが私の担当の「佐藤さん」って「看護師さんんだったんでで、すよで。あれ佐藤さんどっえっその方は担当の方なんですか?」みたいな感じで「佐藤さーん」とかって言ったら佐藤さんも全然反応しないままパって見たままシーってしまったんですよ。で「あっ気づかれなかったのかな夜だし」うん、と思って何階に行くんだろうって思って見てたら「5678R」6 7 8 R、ってついた瞬間に「地下2階!」って光ったんですよ。 え屋上まで行ってでパッて消えて地下2階がチンって光ったんですよでもううわ怖って思ってどういうことって思ってわって言って病室戻ってでも寝れないからもう何回もその、退院の準備というかもう畳み直したりとかしてずっと起きててあとはその、ガラケーのアプリダウンロードしてずっと謎解きみたいなことをやったりとかしても寝ないようにしてで、朝もう6時だと思って。 あのもう今日退院なんでとかってもう看護師さんがそのと朝の看護師さんが来てで検温とかしてなもうわもうあの本当にお世話になりましたありがとうございました」みたいな感じにしてでもうお母さんのとかバーって行って「もう早く退院しよう早く退院しよう」とかって7時ぐらいに行ったんですよそしたら「まだ会見とか空いてないよ早すぎ」とかって言われてであと「ちゃんと退院する時はそのお世話になった看護師さんたちにご挨拶しなきゃダメでしょ」って言われて、うん、あーそうだねって,ってだからもう一回戻ってそのところに行ってちゃんとご挨拶してきなさいって言われて。 っ,たって言って荷物そのお母さんのところに置いたまま1回また5回戻ってで看護師さんたちがいるところに行ってであすいませんとか言って松島ですあの担当の佐藤さんって今日入ってますかって言ったらなんかあ佐藤さんあちょっと待っててねとかって言ってパーって後ろに行って全然帰ってこないんですよ。 あじゃあ、今日いないのかなじゃあ後日また検診に来るからその時にご挨拶する感じでいいかなもう一刻も早くこの5階から出たいなと思ったんです、うん、らその看護師さんがバーって戻ってきてごめんごめんとかって言って私のカルテ持ってるんですよでえごめんね、松島さんってどの看護師さんが担当してたって言われてあ、いや佐藤さんって女性の方ですけどって言ってこういう感じの人でとかって言ったらえっ、ー、とかって言ってぱっと振り返ってねえねえ、佐藤さんって知ってるとかって言うんですよ。で、え 佐藤さんいないんですか?」って言ったら「うん、いやごめんねっん」って言ってこれ見てほしいんだけどってそのカルテパーって見せられてその検温とかお薬説明しましたとかのところのなんかこう書く尾行みたいの書くところの右上に、うん、ハンコを押すところが3か所あるんですよ。うん、担当医とととかかか、うん、その看護師とか、うん、でみんなシャチハタがポンポンって押されてるのに看護師のところに手書きで佐藤丸ってて書いてあるんでですよ、うん、でこれってもう廃止されてるやり方なのね みんなこういうハンコなのこういうスタンプみたいなハンコなんだけどだからこれって誰が担当してたんだろうってなってでえって思ってめっちゃ 何それってなって「じゃあまた後日あの来ます」って言ってもう私の中で解決できなくなっていっぱいいっぱいになっちゃったからそれで母の病室に戻ったんですよ。であの担当の看護師さんいなかったとて言って「やっぱ昨日からなんか変だね」って言ったんですよ。そしたら母が「あ、なんか昨日なんかあったの?」って言ってきて「え、あいや昨日ほら夜助けに来てくれたじゃんあのほら私がトイレに行ったのあれなんでちなみに分かったの?」って言ったら「何の話してる?」って言われて。 そのお母さんが助けに来てくれたことをお母さんは知らなかったんですよ、うん、でもわけわからんみたいになって退院したっていういや <laughs> お母さんも佐藤さんも、はい、だから佐藤さんが一番最初に言ってた、うん、この何時に行っちゃダメだよっていうのもまず、うん、もうその佐藤さん自身がいなくてで後日やっぱそのお詫びみたいなの来られていやたある意味多分 医療ミスじゃないけどいや担当の看護師がいないうん結局、見つからなかったんですよでも私薬とか飲んでるんですけど、まあ、循環医って呼ばれる、ね、この大部屋の,こ,のここの担当みたいな感じがや,、うん、や,やってらっしゃるんでしょうねうちゃんと医療の方はただだからがっつり、うん、がっつりグループマネージャーのほかにこのピンポイントマネージャーがいるはずがおらんかったんや。<laughs> でも全員がそれでまかり通ってたっていうすごいのがあったんですよめっちゃ怖いしいい話 <laughs> いい話 <laughs> これもう人生で一番、めっちゃ怖かったえー、やばそれはその病院が予約付きだとかそういうのでは一切なくまあでもなんか有名らしいですその辺りあとか現象とか、うん、なんか どこどこ病院ですって伝えるとあそこ結構話で多いよねとかって聞いたりとかするので、うん、なるほど、うわ怖お母様はもうずっと霊感があ,あるのはありますね祖母が一番強くてで、遺伝しててで私は覚醒遺伝でめちゃくちゃ あのまあ、子どもの頃とかは見えててっていう感じだったんですけど最近はほんとに自分から近寄らなければっていうかこうオープンにしなければっていう感じでただ母は弱いんでなんか見えたら喜んんでで言っちゃうんですよもう「あそこ気持ち悪い」とか「あれなんとかだ」とかもう言うなって。 言われて育って言うなっていう人だったはずなのに、うん、いつからかどん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 言うようにでもこれの話の考察ってほぼもうないですよね言うたらもうでもなんかどういうことだったんだろうって結構いろいろ言われたりとかはします、ね、<ー>なんかお母さんが本当は覚えてる説。うん けど覚えてないって言ってくれてる怖い体験だったと思うから現実にしてあげない方がいいだろうと思っていやそれは夢だよって言ってくれてるパターンを言う人もいるんですよねはなんか僕よくこういう怪談話いろんなゲストを呼んでいろいろ聞いてるじゃないですか、うん、やっぱその身近な人使うっていうのって俺あるなって思いますけどねでも確かにお母さんがそこまでアテンドして、うん 実際エレベーターホールまで行かないじゃないですか、ねはい、でも行,行く理由って看護師さんでも不自然やし、うん、お母さんじゃないと見送らへんから、うん、お母さんを使ってる上限のお化け、うん、上限も上限。<laughs> 操り実に、たけた。<laughs> かなんか引き付け、引き寄せられてるとか、引きつけられてるとか、うんうん。が、なんか一番、なんかベタな喧嘩じゃないですか。その普通に平たく考えたら、その感じしますよね。うん、で、わざわざ松島さんに、その車椅子の人が、なんで会いたいんやろうって、言うのが一番。うん、だか,そ,のす、ね、だかそれ車マジで分かんなくて。陸上でなんか足怪我したのか、なんかわか、わからないですけど、なんか理由がないとわざわざ。 めぐり合わないと思う,んで,すよ、ね、うなんで私なんだろうっていうのがあるんですけど、えー、でもだから当時ってもう今からだともう20年前とかになっちゃうのでだんだんと記憶がもう薄れてっていうかだからあの当時こういろんな人にバンバン話してたらいろんな考察をされてでこうだったんじゃないああだったんじゃないあの時どうだったって言われたこととかがなんかもしかしたらもっと鮮明に。 覚えてると思うんですけど今もあんまりちゃんと思い出せないっていうかう構造とか病室とかは全然覚えてるんですけどとかあのエレベーターの質感とかああいう作りだったとかはめっちゃ覚えてるんですけどね。は<ー>はい、というわけで見ていただきました、えー、次回はですねもういよいよトップ5ということで上半期のトップ5っていうのはですね、まあ、夏行く前ですから。 夏行ったらね、もっと再生回数はどん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 加わっていくと思うんですけども、1月から6月まで見られてるということは、本当の怪談ファンが、まあ、この動画良かったんなっていうのを選んでくれてると思いますので。というわけで、次回は、えー、再生回数上位、トップ5でございます。お楽しみにしていただければなと思います。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知、ぜひよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。 吉井正夫の会談を浴びる会メンバーシップ始まりました収録後のアフタートークオフ会投稿会談の取材ラジオなど様々なコンテンツを考えております詳しくは概要欄にてお確かめくださいよろしくお願いします